Peggy 16. Welcome to Heavensward, the latest offering from Square Enix and its highly successful Final Fantasy franchise. A darker, more intense game that features new areas, jobs, and adventures. The visual design team worked tirelessly to bring Heavensward to life, including perhaps one of the most notable new features, flying mounts. With the ability to fly, players can now take their adventures to new heights. Final Fantasy XIV で、リードデザイナーをしてます鈴木武雄です。主にグラフィック全般の監修をしています。神聖ウルゼアの時は、各国の間をつなぐ定期的なこう飛空艇しかなくて、まあ、そこは自分のこう自由に行き先を選べるってことができなかったんですけれども、まあ、今回の装填のイシュガルドに入ってからは、まあ、一つのマップの中には限るんですけど、自分で操縦して好きな場所へ行けるっていうのが、まあ、大きな違いになります。私は村田純一と申します。ファイナルファンタジー14チームでの、バックグラウンドの、リードをやらせていただいております。 2.0 では地上だけのデザイン構成を考えればよかったんですけど、 3.0 はフライングが入ることによって地上での体験、上空での体験両方を考慮する必要がありました。その際に、広大なフィールドを作るためにデータ量を削減したり、速いスピードを、移動するためにそちらをも考慮したようなデータ量に抑える必要がありました。三石雄二と申します。14ではキャラクターパートを担当しています。プレイヤーの皆さんに楽しんでいただけるよう、達成感、優越感を味わってもらえるように、細部まで緻密にデザインして作り起こしています。ファイナルファンタジー14、リードアニメーターの内田と言います。アニメーションは、マウントに対して、まず一番重要に、考えていることが、プレイヤーがこうゲームを触った時に気持ちいいと思ってもらえるようなモーションを作るってことをまず心がけています。まずそのために、まずこのマウントのキャラクターが、どのような特性を持っていてどのような動きをするだろうっていうのをまずみんなで考えて、アイデア出しをするところから始まっています。Allowing players to take flight above the skies of Ishgard is great in concept, but it did present particular logistical problems for the visual design team. まず触った時に、地上から空へ飛ぶ時と空から地上に戻る時っていう、ところがですね、地上の時だと高さの概念がないんですけど、飛んだ瞬間に高さと、左右とっていう、方向性が増えますので、そこにプレイヤーさんが触った時にスムーズに移動できるようにっていうのを常に心がけて調整しています。今回は、作れる数が決まっていたので、ゲーム的に必要なものっていうのを、重点的に選定されていきました。で、例えば、装填のイシュガルドのテーマが、まあ、ドラゴンと騎士の戦いとかっていうのがあったので、まあ、ドラゴンのマウントは最初の方に決まっていました。ドラゴンマウントのような、新規、フライングマウントに関しましては、モンスターも制作してるんですが、モンスターの制作工程と同じで最初に、デザイン画を起こしていただいて、それをディレクターチェックとしていただいてから、スカルプト工程といって一度ハイモデルを用意します。実際にポリゴンメッシュをローポリで用意していく。でそれが完了しましたら、テクスチャー工程に入りまして、ノーマルマップとディフューズマップ、スペキュラーマップっていうものを適用して、仕上げに入ります。それが完了した段階で、モデリング工程は終了です。 Flying mounts were made for many of Eorzea's most memorable creations, such as griffins and gobwalkers. But when it came time to make the fan favorite fat chocobo fly, the team was faced with an intriguing dilemma. デブチョコボはまず、アイデア出しの段階からいろいろ考えてます。デブチョコボ飛ばすっていうのがまず無理があったっていうのがあって、そもそも、まあ、太った鳥がどうやって飛ぶんだっていうところからみんな揉めまして、結局、まあ、デブチョコボの良さってなんだろうねって話になった時に、まあ、地上ではギザールの野菜に釣られて頑張って走っちゃうっていうキャラクターだったので、空でも同じようになんかもっと大好きなものをぶら下げれば飛んじゃうんじゃないかっていうので、ケーキを
ぶら下げようというネタになりました。The addition of flying mounts has proven to be a huge success for the team, as fans enjoy the new adventures of Heavensward on the ground and in the air. 僕らもユーザーさんにより良い体験をしてほしい、その、まあフライングという体験をしてほしいというものを、注力をしていろいろ考えてきたのですが、でもユーザーさんが実際飛べるようになってすごい気持ちいいという声をたくさん聞けて非常に嬉しかった記憶があります。とうとう乗ってくれてる人がいるんだ、そして喜んでプレーしてくれてるんだっていうのを見て、やはり感動がありました。まあ、作ってやっぱり良かったなとは思いますね。自分でプレーしていてもこうフライングマウントで飛んでいくっていうのはすごい楽しい体験なんですよ。なので今回提供できることができて本当に良かったなと思います。皆さんこんにちは、ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。いかがだったでしょう。今ご覧いただいた3つの VTR を通じてファイナルファンタジー14の制作の裏舞台を、少しご覧いただいたと思います。ここには映っていませんが、これ以外にも本当に多くのスタッフが、プレイヤーの皆さんのエオルゼアライフを支えるように日夜開発に勤しんでいます。そして何より、忘れないでいただきたいのがファイナルファンタジー14はプレイヤーの皆さん、そしてファンの皆さんのフィードバックで、作られているゲームでもあります。これから先もファイナルファンタジー14はプレイヤーの皆さんと一緒に、歩んでいくファイナルファンタジーでありたいと思ってます。どうぞこれからもエオルゼアの発展にご期待ください。